はい。皆さん解けたでしょうか今回は高輪中学校の入試問題になります。問題が、ここにある四角形の面積を求めなさいという問題です。分かってるのが、2センチ、3センチ。そして、こことここの辺は同じ長さ。角度、この2つが90度ということです。で、このまんまでね、そのまんま考えるってなると、なかなかこの四角形の面積出なかったと思います。 じゃあ、この面積出すために何に注目すればいいのかってことなんですが、実はね、この問題、角度についてよく見てください。角度分かっているのは、ここの90とここの90でした。ということは、残った角、ここの角、丸としておきます。そして、ここの角、×としておきます。この丸と×合わせたら何度かっていうのは皆さん分かりますよね。そうです。 四角形、四つの角全部合わせたら、360度。その360度から90度二つ分引いてあげたらいいですね。360から90度二つ引いてあげると、そう、180度ってなりますね。実はこのことがめちゃくちゃ大事です。はい、この丸と×合わせたら、180度とわかりました。ということは、180度。 これをどうやって使えばいいかって言ったら、そう、180度って言うとね、この2つの角、もし隣同士に並んだとしたら、そう、1本の直線になるってことですね。え、じゃあ先生そんなことでもできるんですかって言ったら、そう、もちろんこれはできます。どうすればいいかっていうと、この四角形と全く同じ図形、それを、はい、もう一つ持ってきてください。 そしたら、この丸と×隣同士に置くことできますよね。そうです。ただ、適当にね、隣同士置いたらいいかって言ったら、そうじゃありません。同じ図形持ってきて、適当にね、隣同士置いたらいいかって言ったら、はい、これはダメです。もちろん、隣同士に置くとき、どういう風に置けばいいかって言ったら、ここの二つの辺、同じ長さって分かってましたね。はい、ここの辺とここの辺、同じ長さです。 つまり、そう、この同じ辺の部分が重なるように置いてください。はい、つまり、イメージとしてはね、この同じ図形を、よいしょ、こんな風に回転させて、はい、こことね、同じ長さ、ここでしたね。ここが重なるように、はい、こんな風に置きましょう。はい、いいでしょうか。そしたら、はい、ここの丸とバツ、一直線に、 はい、180度ですから、並びますよね。もちろん、ここの90度90合わせても180度でしたから、90度同士並んで、ここも一直線に並ぶはずです。はい、じゃあ上に、このね、四角形書いておきたいと思います。はい、いいでしょうか。置くとこんな感じですね。はい、この四角形もう一つ持ってきて、はい、こんな風に、はい、上にね、ぴったし重なるように置きました。はい。 そしたら皆さん、もう気づいたでしょうかそうです。この二つの四角形合わせた形が、その通り、うん、台形になってるっていうのには気づくでしょうかそうです。この台形、上底は2センチ。そして、下底は3センチ。そして、高さは、はい、この上から下までですね。3センチと2センチ合わせて、 5センチですよねそうです。ということで、この四角形ね、一つだけだったら面積出せないけど、二つ合わせたら、この台形の面積として出せるということです。じゃあ、この台形の面積、計算していきましょう。はい、台形の面積は、上底2センチ足す下底3センチかける高さ5、割る2です。 はい、これを計算していきましょう。計算すると、これが12.5平方センチとなります。はい、ここまでいいでしょうか。そしたら、皆さんが求めたかった四角形の面積はって言ったら、そう、この四角形2つ分ね、2つ合わせて台形でした。この2つの面積合わせて12.5平方センチです。ということで、求める四角形は、この12.5平方センチ。 台形のちょうど、そう、半分ということですね。はい。ということで、求める面積は、台形の面積、12.5平方センチを、はい、半分、2等分してください。6.25平方センチとなりますので、今回の答えは、6.25平方センチということになります。いいでしょうかこの問題難しかったですよね。だけど、考える発想としては、 この二つの角合わせて180度ってことからね、隣同士に持ってきたら一本の直線になるんじゃないか。ここからね、台形を作るということになります。そしてこの発想ね、別の中学校でも似たような問題出たことありますので、ぜひわからなかった人はポイントとしてここね、しっかり押さえておきましょう。ということで、ポイントをまとめておきます。はい、ポイントはね、角度の和が180度ってこと。はい、ここに注目しようということです。 そうすることで、図形2個を合体させたらいいじゃん、という発想になります。いいでしょうかということでね、ここのポイントをしっかり押さえておけばね、この問題については OK ですので、ぜひ似たような問題出た時は、えー、テストでね、皆さん得点できるように、えー、しっかりここを押さえておいてください。ということで、ね、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。 ぜひまた次回の授業も見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。